ジーン・タニーはアメリカ合衆国のプロボクサー。1926年から1928年にかけてのプロボクシング世界ヘビー級王者。本名はジェームズ・ジョセフ・タニーでニューヨークのグリニッチ・ビレッジの出身。ボクシング好きだった沖縄市の父からグローブをもらったことをきっかけにボクシングを始めた。15歳で船会社に勤めた後、19歳で 海兵隊に志願する。軍内部のボクシング試合で頭角を表し、派兵された第一次世界大戦下のフランスで、アメリカ志願のライトヘビー級王者となり、戦う海兵の異名を取った。1915年に、プロへ転向。ディフェンスに優れた、技巧派で、プロのキャリアでの敗北はただ一度、人間風車と歌われた後のミドル級世界王者。 ハリー・グレブとの米国ライトヘビー級、タイトルマッチであった。ナウテのダーティファイター、グレブの反則技に苦しめられての15ラウンド判定負けだったが、その後は、グレブのファイトを徹底的に研究し、誰もが再戦を避けると言われたグレブを3度にわたって、下している。1926年9月23日、フィラデルフィアで、強打の名王者。 ジャック・デンプシーの持つ世界ヘビー級タイトルに挑戦、フットワークと左右のストレートでデンプシーの強打を封じて判定勝利を収め、世界ヘビー級チャンピオンとなる。1927年9月22日、シカゴでデンプシーとの再戦に臨んだが、7回にデンプシーの左フックを受けダウンを喫するピンチに陥る。ダメージは大きかったが、レフェリーのデーブ・バリーは、 デンプシーがニュートラルコーナーに行かず倒れたタニーの傍らに立ったままだったため約5秒間カウントを開始しなかったことが幸いした2位は8カウントでかろうじて立ち上がることができたインターバルで回復したタニーは8回には逆に右ストレートでデンプシーをダウンさせ判定勝ちで初防衛を飾ったこのハプニングにより本試合はザロング カウントファイト、ロングカウント事件として歴史に残ることとなった。1928年7月26日、ヤンキースタジアムでトム・ヒーニーを下し2度目の防衛を達成した後、鉄鋼王、アンドリュー・カーネギーの遺産相続者である富号、ポーリー・ローダーとの婚約、およびボクシングからの引退を表明した。デンプシーの他に、タニーが下した有名なボクサーには、 後の世界ライトヘビー級王者トミー・ローランがデンプシーに前線した競合のトミー・ギボンズ、ジョルジュ・カルパンティエラがいる。引退後もニーは実業家として14もの事業に関係、成功を収めている。現役中からシェイクスピアや哲学賞を愛読し、劇作家ジョージ・バーナード・ショートも信仰のあったインテリでもあり、後年イエール大学で講師としてシェイクスピアを講じた。 また、俳優の仕事も短期間を行い、1926年に、ザ・ファイティング・マリーンなどに出演した。なお、この映画のフィルムは現在は残っていない。谷井は1928年度のリングマガジン・ファイター・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、1980年には、世界ボクシング伝道、1990年には、国際ボクシング名誉の伝道博物館に収められた。 息子のジョン・タニーは1965年から1977年までカリフォルニア州選出のアメリカ合衆国上院議員やアメリカ合衆国下院議員を務めた。1978年、病気のため81歳で没した。タニーの死後、その亡きはコネチカット州スタンフォードのロングリッジユニオン墓地に葬られた。83戦77勝 45個いっぱい3、引き分けた2位は、この頃のトップ選手の中では珍しく、ボクシングの試合をチェスのように考えて組み立てていた。早くからデンプシー打倒を目標とし、そのために7年計画を立てていたという、もろく傷つきやすかった拳の強化に意を用いたり、デンプシー戦に備えフットワークを強化するため、後ろ向きに走る練習を繰り返したとのエピソードもある。 ジェームス・ジェコーベットやベニール・ナードの影響を受け、俊敏なフットワークから鋭い左ジャブ、右ストレートを放ち、敵の動きを察知してカウンターを狙う戦法で幾多の強打者を抑えた。ありがとうございます。